はい、博物館ですね。須賀川城のお城の、すごいですね。やっぱり水が川にね囲まれて、少し高台のところにね町があるっていうのも分かりますよね。後世の我々がね見てるこの城郭、これが全部ね須賀川の町になって、これがね釈迦堂川でしょうかね。まあ、関係なところだけ映しますけど、まあね、江戸時代がねちょっと藩としてね、これさっき見ましたね、まあ、これがねその須賀川城の工房で、上が伊達軍がねいますね。これが昔の絵図ですね。あとは関係のものがね、鉄砲とかありますね。古いものはねありますね。まあ、結構ね須賀川著名な方が多いんで、現代もねいろんな方がいるんで、すごいなこれ。まあ、そこは現代の方はちょっと省きますけど、非常にね分かりやすいですね。中世のものがこんなに展示されてると。須田美濃守、まあ、この辺ですかね。戦国の須賀川というところですね。これが城下のやつですね。まあそれぞれにね、あとまあ関係のものが結構あるんで、一通りゆっくり見られたらいい。あの2階だけなんですけどね、土器とかなんでちょっと私には関係ないな。ちょっと古いものね、こっちは違いますね。戦国のものを見ると、まあここはね定量期でたくさん見れるんで、来た時は寄りますけど、そんな変わってないですね。やっぱり一番はね須賀川城のこれ絵図ですよね。昔のねカラーいいし着色してるんですよね。まあ、戦国時代ということですよね。まあ、この辺は同じですんでね。この博物館の跡地も、須賀川城市だった二階堂市のね平治の館跡ということで、蛍原の館って書いてありますよね。下の入り口のところに